こんにちは、土の子です。さあ、冠の雪原続きやっていきましょう。マックス大スターから出たとこで急に誰かから話しかけてきたぞ。いや、土の子、何でしょうか。誰なんでしょうか。ん、土の子のスマホロトムで合ってますよ。はい、よかった。ホップから番号を聞いたんだが間違ってなかったようだ。誰だろう。おっと、そういえばこちらも名乗ってなかったな。俺はダンデだ。突然すまない。お、ダンデさん、今回君に電話したのは他でもない、元チャンピオンの俺から現チャンピオンの土の子に大事なお願いがあるんだ。詳しい話はシュートスタジアムでしよう。迷わないようにまっすぐ来るんだぜ。さあ、ダンデのね、話聞くためにシュートスタジアムちょっと行ってみましょう。何の用があるんだ。お、ダンデ、どうした。土の子、来てくれたんだな。電話で伝えた話はバトルコートで行う。準備はできてるか。もう突然すぎるだろう。でも準備 OK だ。一体何なんだ。金ピカでクソ目立つな、僕。おお、みんな勢ぞろいじゃねえか。よう、土の子、やっぱお前も呼ばれてるよな。これは一体、ジムリーダーがいっぱいだ。ポケモン強い人が集められているんだとさ、ワクワクするよな。俺は勉強で忙しいから最初断ったんだけど、兄貴がどうしてもってさ。あの、もし、お取り込み中失礼。マスター道場のセイボリーさんだったか?さすが元チャンピオンの弟、エレガントな脳みそをお持ちだ。エレガント?あなたに敗北してから、私、努力を積み重ね、晴れてジムリーダーに選ばれし者となったのです。すごい、おめでとう。ふーん、でまだマイナークラスですがね、もっと褒めなさいな。本当すごい、メジャークラス目指して頑張ってほしいぞ。ブラザーホップ、もう今回の催しでは強敵として立ちはだかりますよ。急にやる気が出てきた。俺も負けてられないぜ。よろしくどうぞ。みんな、お待たせしてすまない。まずは俺の呼びかけに答え、集まってくれて感謝だ。僕が呼びかけるべきじゃないの、チャンピオンなんだから。みんなに俺の思いを直接届けたくてな。ヒュー、いつになく真面目だな。何が始まるってんだ。茶化さないでくれよ、キバナ。今まで俺は自分と向き合い鍛えることで強さを追い求めてきた。だが土の子と弟ホップが競い合い、互いに高め合うのを見て、ライバルや仲間がいて初めて到達できる強さを知った。ふん。そしてローズ委員長の後を継いだ俺は、俺たちの素晴らしいガラルをもっと盛り上げたいと思っている。この二つの理由から、俺は今ここに。ガラルスタートーナメントのガラルスタートに見えちゃったよ。開催を宣言する。ガラルスタートナメント、また面倒なことになりそうですね。かわいい、マリーちゃんかわいい。ガラルスタートーナメントはタッグバトルで勝ち抜く大会だ。君たちは今考える最強のメンバーの中から二人組を作ってもらい、パートナー同士力を合わせトーナメントを勝ち抜いてくれ。一緒にトーナメントに参加するパートナーに声をかけよう。マリーちゃんに決まってんじゃん。マリーちゃん、すげえ格好じゃない。マリーちゃんほとんど裸じゃない。力試しは持ってこいやね。あれ、あんたもパートナー決まっとらんの。ねえ土の子、よかった。ねえ兄ちゃんがクソ見てんだけど。兄ちゃんがもう絶対、おめえ絶対マリー選ぶなよっていう目してるんだけど。選んでみちゃおうかな。やった、決まりやね。目指すは優勝、それ以外目に入らんからね。もうねえ兄ちゃんが呆然としてるんだけど。受付にエントリーしに行こうよ。ごめん、ごめんなさい。お兄さん、妹は僕が責任を持って頑張ります。君と組むとまた面倒なことになりそうなので今回はパスですがね。イライラがもう、イライラがしまくってる。ちょっと
あれ、もうパートナー決まっちゃったのか。残念だな。ごめんね。土の子と並んで戦うのは楽しそうだけど、もうチーム決めちゃったんだ。懐かしいな、ボールガイド。え、僕とチームを組みたいボールか。気持ちは嬉しいけど、ボールガイは戦えないボールよ。誰も言ってないでしょ。ボールガイには誰が入ってるの。イオルブだったっけ。これグレートチャンピオン、本当におめでとう。もうパートナーを決めてしまったんだ。誰だろうね。ちょっとまだよくわからないです。大丈夫か。僕があなたとパートナー、それだとあなたのこと叩き潰せませんね。いいだろう、やってやるぜ。はい、マリーちゃんと行くぜ。私たち仲間やけどライバルでもあるけんね。あんたに負けんように力出し切るけん。かわいいな。どれどれ。僕は土の子マリー、ヤロウとルリナか。オッケーオッケー。これは関係者のみで。そう、関係者にしかジュース飲めさないのかよ。くそ。よし行こう、マリーちゃん。大事な初戦です。気になる組み合わせですが、土の子マリー VS ヤロウルリナ。よし、初戦からチャンピオンのチームと当たっちゃいましたね。ヤロウくん、弱気になってどうするの。私たちが手を組んだら誰にも負ける気しないからだな。それじゃあちょっといいとこ見せちゃいますか。私も見せてあげるよ、スパイクジムの底力。二人で勝ち残るばい。かわいいね、方言。九州の方言だよね、多分。なんとかだばい、なんとかばい。よし、勝負だ。ルンパッパに愚足無者か。出た、伝説中。あ、ちょっと待って、レジギガスじゃねえか。戦闘ルリナさんの水ポケモンで僕のポケモン生き生きじゃ。草を焼き切る炎は私が消し去りましょう。負けないわよ。レギギガスは調子が上がらない。よし行くぜ、レジギガガガガガガガ大アタック。行くぞレジギガス、ダイマックスだ。ヘビーボールから出ていけ。ネジギガガガガガ。すげえ HP クソタケ。やべえぞこれは。ふぅ、猫だましだと。出会い頭、おい大丈夫か。ちょっとおい、マリーちゃん、マリーちゃん大丈夫。ダイアタック、調子上がんなくてもこれです。危機回避。ふーん、ドヒドイデか。トーチか。トゲトゲになった。大サイコ。ふー、守りきれずにダメージ受けたって。すごいぞレジギガス。おい大丈夫か。あのレート戦でよくやるよね、トーチか。みんなレジギガスの体力お化けすぎる。おもろそうだな、まあ、大サイコずっと打っていけばいいか。けっドバーン。いいぞ。雷パンチ、雷攻撃。全然レジキガスに効いてね。ちょっと体力ありすぎちゃう。おっと、もう愚足武者出しちゃうのかい。いいのかそれで。あ、縮んじゃった。ちっちゃくなっちゃった。よし、アームハンマー、ふん、バゴーン。そ
そろそろスロースタート切れるんじゃないの。いいぞ。ノーマルタイプですからね私。お、やるじゃん。滝登り。アムハンマー。ふん。よし。調子取り戻したぞもう。半分だったのが倍になったぞ。こっちじゃ。最後の一滴だとしても、あなたを沈めるには十分よ。ほう、かじりガメか。アムハンマーだ。かじりガメ、巨大マックス。デン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 。ゾウさん、ゾウさんのお手手みたい。レジギガスよりでかいなんて。ズルズキーン。ズルズキーン。私たちの激しさを前にいつまでドライでいられるかしら。巨大ガンジン。うおー。アムハンマー。わっ、クソ強い。クソ強い。スロースタートが、スロースタートがなくなったから、クソ強い。日本バレ。ピカー。何、ソーラービーム。ソーラービームズの次のやつ。フラワーギフト。あらかわいいね。うきゃレジギガガガガガガガ。変わっちゃった。せっかく日本バレンしたのに。おーしぞ。じゃれついた。そしてアムハンマー。残念だったな、かじりがめよ。どうも。レジギガス。レジギガス倒れちまった。さて、相手は草タイプだからファイヤーといったところですが、なんとガラルファイヤー、悪飛行で、悪とかしかありません。飛行とかでもファイヤーだぞーと。もうファイヤーじゃねえじゃねえか。もうのたまにも粘り腰、勝ちを目指して伸びるまでじゃ。タルップル。あら、リンゴパイ。ちょ、ファイヤーいってえな。さあ、暴風やりますか。あ、間違えてあれしちゃった。暴風。惜しいぞ。じゃして、じゃれつく。ぽよーん。やりました。畑の手伝い頼みたいほど息の合ったチームワークじゃ。くー、私たち二人まとめて流されちゃった。流れる前にせき止められるとは、これがチャンピオンの実力。やるじゃない。よし。お、メロンとオニオンか。お、ホップやられてんじゃねえか、もう。マジか。セイボリーもやられてんじゃん。大丈夫だった、マリーちゃん。息バッチリやったね。やべえ、ちょっとドキドキしてきちゃった。さーて、じゃあ次は、よし、フリーザーで行ってみようっと。次の相手はあんたたちかい。チャンピオンには悪いけど勝たせてもらうよ。タッグバトル、やっぱり苦手だよ。
こら、弱音吐かない。シャキッとしな、シャキッと。頑張ります。ゴーストタイプは相性抜群。しのこ、あたしに任せなよ。任せる！頑張って！マリーちゃん頑張ってね。スパイクタウンのみんなも応援しとるよ。勝負だ。まずはヨノワールか。そして氷っぽ違う。バリアード。モルペコちゃん頑張ってね。氷とゴーストの組み合わせで相手を震え上がらせるよ。ヒヤッとさせちゃいます。勝負だぜ。よし、もう早速切っちゃうぜ。またいや、これはちょっと待つか。よし、まずはいてつく視線だぜ。オーラ車頑張れ。いいぞ。いてつく視線ピーいいですね。技いいわ。凍っちゃったよ。大丈夫？シャドウパンチ痛い。怒れ。よし、マリー、ダイマックスしていいからな。オラグルマ、ダイマックスしないんかい。いいぞ。どんどん素早さが上がっていく。先制攻撃ができるんだ。いてつく視線ピーもういてつく視線しか打ちたくない。フリーザー、おもろい。いけ。あー、あとちょっと。やばい、死んじゃうかも。くそー。よし、じゃあまたファイヤーでいくか。ヒヒダルマ、燃え上がる怒り、全体攻撃。いいぞ。いや、めっちゃモルペコ速くなってね。おっと、つらら落とし。やっちゃった。危ねえ。ギリギリ耐えた。逆上、いいぞ。特攻が上がってからの燃え上がる怒りだ。よし、いいだろう。逆上中だぜ今。コロコロ変わるね。最後の氷は一味違うわ。骨の髄まで震えなさい、ラプラス。そしてサニゴーン。さあ耐えられるかな。僕、燃え上がる怒り、いきます。オーラ車。サニゴン一発で沈んだ。残念だったな、サニゴン。燃え上がる怒り、ふん。ファイヤーいなくなっちまった。モルペコがもう無双状態なんだけど。さあラストだよねこれ。次シレジエレキ出しとくか。かわいいレジエレキ、ぴょんぴょん跳ねてる。お別れは寂しいよ、そばに置いて。ゲンガ第3だ。くらえ、ダイマックスだ。ゾーレジエレキ、デンデンデン。すげえ。氷河期の到来よ。絶滅するまで何分かしら。なんだって、また絶滅させる気か、僕の可愛いレジちゃんを。
ラプラスには負けないぜ。オーラ車モルペコ一回もやられてねえ、マジで本当にお任せしてるね。よし、残念だったな、ラプラス。いいとこなしで終わりだ。ヘドロ爆弾、あ、とうとうやられちゃうか。モルペコやられてしまった。仇は撃つぞ、モルペコの第3打ドーン強っ抜群取ってないのにエジエレキ強っ。やりました。そこが見えない薄ら寒さ、なんて強いチームなんだい。はあ、ツチノコさんたちなら決勝もへっちゃらですよ。ずるいよ、僕もマリーちゃんと一緒に戦いたかった。次はネズとキバナ。よし、頑張ったね。いよいよ決勝戦、やっとここまで来たね。兄貴もキバナさんも簡単には勝たせてくれんよ。背中預けるから、あんたもマリーを信じてよね。信じる、僕信じる。よし、じゃあ出してないポケモンを前にしようか。ちょっとタイプ相性関係なしに、いよいよ決勝戦です。マリー、ネズ&キバナ、負けないぞまさかの兄弟対決、ツチノコにマリーですが、厄介な相手です。いい機会やけんね、今のスパイクジムリーダーの力、身をもって兄貴に教えるよ。もう十分知ってますが、兄としての立場がありますからね。オーケーシスター、完膚なきまでにぶっ潰してやるぜ。本当はダンデに勝って優勝したかったんだけどよ、こいつらとやるならダンデがいないのも悪くないよな。ツチノコ、気張るよ、二人で優勝勝ち取るばい。負けないぜ。最後の大勝負、マリーの応援必要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 、もうデレデレ、今デレデレです僕。よし、勝負だ。スカタンクとフライゴンか。よし、僕はバドレックスだ。アクとドラゴン、いかつい2人、フェアリー相手にはたちまちだぜ。歌ってる間に俺様がたくさんダメージを与えてやる。ジンバ一体、これ見たいな、ブリザードランス見たいな。不意打ち、うっ、痛い、耐えろ、うっ、痛い、耐えろ。種爆弾、そっちじゃない方が良かったな。ブリザードランス、かっこいい、ダバーンよし、わおー、次はヌメルゴンか。ちょっと耐えきれないかもな、次電光石火、よし、いいぞ、誘爆そういうことやるんかヌメルゴン、ペトペトしてる。雷だと、よし、耐えたぞ。リザードランス、専用技を見まくるっていう、よし、ヒヒー今度はあの和音じゃないよ。で、キバナはここから勝ってこそ本物のガラルスターだろ。ジュラルドン、行け。よし、ダイマックスしちゃおうっと。
足の細さが可愛いな。ブロッキング、ほう。タチュッサグマーには攻撃してないから。ボディープレス、あー潰れた、モルペコが潰れた。ダイアイス、ドゴーン、強え強え、キバナのとっておきが、とっておきが潰れちゃいました。わおー、すげえ、どんどんターンが進むにつれ強くなってくな、バドレックスはキバナダイマックスできるようになったってしょうがないじゃん。ダイアイス、ドーン、強あられ、相手のポケモン誰もいねえのに。いくぜラストソング、耳にハートに刻みつけな。ストリンダーか、よし、ちょっと最後だし、出してないサンダー出すか、今一つだけど。ナメプしちゃったナメプ、ででーん、オーバードライブ、やべやべ、おー、サンダーになるぞ一瞬一瞬サンダーになるのがいいわ。さあオーバードライブでやられちまうな多分。くっ、ガブガブ、よし、マリーの勝ち、最後タイマン勝負でマリーの勝ち、やりました。姉ちゃんに、姉ちゃんじゃねえや、妹に負けるなんて。ああ最後まで諦めなかったが負け、次も諦めなければそれでいい。いい勝負だったな、今回だけはお前たちに最強の座を譲るぜ。決勝戦の結果です。すごかったぞチャンピオン、ダンデーありがとう。ちょっと待って、チャンピオン土の子ですけど、土の子がチャンピオンですけど、なんでダンデーの方が目立ってんだ、おかしいだろ、おかしいだろ、僕らでしょ目立つの。聞こえてるか、みんなの声、みんなの思いが、彼らは君たちの戦いにいても立ってもいられず体ごと叫んでいる。なんかダンデーとかしか聞こえてないんだけど。ガラル全土をここまで熱く震わされるトーナメントもタイムイズオーバー、終わろうとしていることをとても残念に思う。したがって俺は今ここに続いてのガラルトーナメントの開催を宣言する。また見られるの、やった、何度でもトーナメントだ、次は違うチームでもまた同じ組み合わせでもいい。ガラルの強いトレーナー全員で入り乱れて、次回もその次も自由に暴れまくれ。なんか今ちょっと笑ってくれたね。トレーナーとポケモンが最強を目指す限り、観客のみんなが手に汗握る戦いを見たいと望む限り、俺たちの営みは千年先もずっとずっと続いていくんだぜ。それではみんな、また会う日まで、マキシマイザス、マキシマイザス、シュー、ネズのポケモンじゃん。え？え？まさかの、あのエンディングが始まる感じですかね。あらー、まさかのエンディングが、いやーなんか最後にこうマリーちゃんとの一緒のこうなんかラブラブタッグバトルができてちょっとおもろかったな。いろんな会話ができるんですかね、タッグだから仲悪い2人。そうだな、あの土の子と中丸の2人で組んでみたら面白いかもしれないね
今回はね、マリーちゃんで、こうめちゃ、なんか、ホクホクするようなセリフがたくさんありましたけれども、こう当たる相手も、こう同じチームでもね、相手のコンビが違ったり、今回ね、途中で負けてしまった人たちが相手だと、またいろんな、セリフが聞けたりして、なんか良さそうだな。何度も楽しめる仕様になってるってことですかね。なんかこれ、そういや、矢印が見れるやつじゃなかったっけ、これ。まさかエンディングがスタートするとは思わなかった。なんでエンディングこんなタイミングで来たっけ、前も。前もなんかトーナメント終わりでエンディングでしたっけ。ちょっと覚えてないけど。なんか矢印が映り込んでるのだけは覚えてる。あれは仕様なのかわざとなのか、今でも気になりますね。さあ、冠の雪原は他にやることといえば、なんだっけ、こう穴、巣穴からなんかいろんなポケモン、デリバードとかも出てるって言ってたかな。あとはなんだっけ、ガラルヤドラン、違う、ガラルヤドンを進化させてヤドキングにしたりとか、なんかそんな感じのいろいろありますね。だバトルもちょっとやりたいんだけど、ちょっとレンタルポケモンね、フレンドさんに貸していただいてるので、それ使ってね、ちょっとバトルやるっていうのもちょっと楽しそうかなと思います。もういろんなポケモンが増えたからね、今回。でもすごかったな、伝説ポケモンが本当にまだ全然終わってはいないんだけど、めちゃめちゃ捕まえられるようになって、しかもね、ガラルサンダー、ファイヤー、フリーザーなんていう新しいこうバージョン違いみたいなタイプまで変わっちゃって、姿まで変わっちゃって、サンダーがダチョウになってんの超ビビったんだけど、フリーザーとかもね、目がなんか仮面舞踏会みたいな目になっちゃって、ファイヤーはもう炎タイプですらなくなって、炎技もほとんど覚えてないでっていう感じですけども、まあそれはそれでね、面白くてありなんじゃないかなと思いました。レジ系もですね、レジエレキとかレジドラゴとか、こうね、選択して2回やんなきゃいけないみたいなポケモン結構多いですよね。まあ今回だってソードとシールド2つ買ってる人いると思うんで、1人でね、2つやって、2倍楽しむっていうのも全然ありな、システムなのでね。そういう人たちに配慮してる感じなのかな。そうじゃないとレジギガスが取れないっていうのもね、あれですけど。さあ僕はあれですね、ウルトラビーストとか、あとまだ、名前忘れちゃった、おじさんの、伝説ポケモン見せてくれって言ってたんでね、なんか伝説ポケモンを見せに行って、多分、マックス大巣穴から出てくる伝説ポケモンを見せていくっていう感じなんだろうけど、それもまだ終わってないんでね。まあ急にエンディングが始まって、僕もう本当何喋っていいか分かんないままベラベラ喋ってますけども、皆さんもう冠の雪原をほとんど終わらせたのかな。結構もう1週間経ったもんね。1週間経って落ち着きましたかね。マックス鉱石を集めるっていうのが大変そうだな。なんか噂ではなんだっけ、マックス鉱石のポイントマックス、違う、なんだっけ、ポイントチェンジなんかを、特性かをなんかレアなやつにするのとかもらえるみたいなんでね、集める必要ないのかな。ああ、ウールーがいっぱい。はい、ありがとうございました。突然始まってもキョロキョロもんだったけど、エンディングになっちゃいます。ちょっと待って、セーブとかしてないんだけど。優勝おめでとうございます。記念にこちらをお受け取りください。ゲームセットを手に入れた。何ゲームセットって。賞金としてはすげえ。100、1000、万、10万、100万。100万円手に入れた。すごい。今回の活躍によって、ツチノコさんとパートナーになりたいトレーナーがいらっしゃるようです。ぜひ新しいパートナー。誰？こいつじゃねえだろうな。お、チャンピオン、スーパーハイパーおめでとうボル。僕感動したからご褒美あげちゃうボルよ。ご褒美は、これボル。お、ネストボール。しょぼ。ネストボールってしょぼくね。誰がパートナーになりたいんだろう。え、待って、パートナーになりたい人ってこの中からしか選べないの。はてな、なんか何回もやっていくうちにあれか、解放されてくっていう感じ。
なるほどなるほど、わかりました。はい、ということで、じゃあ今回はねここら辺で終わっておきましょう。長く遊べる仕様になってるな。やり尽くそうと思うとポケモンは時間かかるぜ。ということで、ツチノコでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。